と思います、皆さんこんにちは。こんにちは。選挙戦16日目スタートいたしました。選挙はよく最後の3日間と言いますけれども、その3日間の最初の日ということで極めて重要なその1日、大阪政治立憲民主党代表代行、この柵に今到着をして、これから一緒に遊説をしていただきますけれども、大阪さんから報告。はい、はい、選挙最後の3日間極めて大事です。今日はですね、これから、夕方までずっと杉尾さんについて、杉尾さんの良さを長野の人にがっちりアピールしてまいります。ありがとうございます。そしてずっとあの朝からですね、神津武地元の衆議院議員も一緒に回らせていただいております。神津さん、本当に最後の3日が一番重要なんですけど、はい、はい、まあ、よく言うと思うんですが、新人候補は最後の3日間でよく伸びると言われていると思います。杉尾先生がそれ以上にもっと伸びていくように我々、頑張ってまいりたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、それでは今日この3人で3区回らせていただきます。地区の皆さん、どうかよろしくお願いします。じゃあ、頑張ります。ありがとうございます。頑張りましょう。